じゃあどうも渋谷渚です。さあ今日は渋谷渚卒業コンサートの徹底解剖をしていきたいと思います。はい、今回の卒業コンサート2日間させていただいたんですけど、もう本当に一からめちゃくちゃもう考えて、もう自分の全て11年間の全てを詰め込んだセットリストと思いが載っているので、ぜひそれを皆さんに最後知っていただけたらいいなと思って徹底解剖していきたいと思います。ちょっとねコアな話になるかもしれないんですけど、皆さんちょっと私の話に振り落とされずついてきてください。じゃあまず1日目のこんな卒コン前代未聞その内容とはという、これがもうタイトルになっていて、もうその名もコンサートのタイトル自体がもう大喜利になってるんです。だからその大喜利の答えを曲中に全部回収していくっていうようなコンサートで、大喜利とコンサートの融合を果たしました。はい、そしてまず1曲目から、ささささいこうという曲なんですけど、まあ、これはまずオープニングから、みんながいる場所と全然違う場所にいるっていう、だから、最初からもう登場場所間違えているっていう答えで、なんかそういうことをしたりとかしました。はい。でね、でまあ、このさささ最高は本当にもう人生どんな失敗してももういいやみたいな、人生それも最高やみたいな、すっごい明るくて大好きな曲なので、1曲目にこれをして、でもその間もずっと会場が広すぎて1曲ずっと迷子っていう答えも入っていたので、最初からもうトロッコに乗って、上の席のお客様、2階席3階席の皆さんのところにも一周回るっていうのをしました。それは迷子をしたかったのは、最初からも本当にもう皆さんにとにかくお会いできる大きな会場やけど、皆さんとお会いできて近く楽しめる、誰一人もうなんか取り残したような感覚になるコンサートは嫌だなと思ったので、まあ、それがね本当に叶ったかわからないですけど、自分なりにできる限りそういう風にしたいなと思って曲中迷子っていうのをささささいこうでやりました。そして2曲目はなんでやねんアイドルっていうので、これはもうエネビホっていうのも代表的なエネビらしい曲なんです。本当に大好きで、もう最初謎かけから始まる曲で、でめちゃくちゃ大阪弁、姉ちゃんアイドルしてまっかポチポチみたいな感じで、でもアイドルだってもう兵もこくし、やめちゃんももらうし、電車もやるし、もうグラビアの時はもうなんかへこませてますせみたいな、なんか曲中にもボケとツッコミの会話みたいなのが入ってる曲で、これはもうぜひ NMB しか歌えない名曲だから、絶対に卒コンで歌って NMB らしさっていうのをなんかちょっとでも知らない、NAB 初めてちょっと見たなとか、こう詳しくない皆さんにもいいやんって思ってもらえる曲を入れたくてこれにしました。でこれの、大喜利の答えが電気の、ゲストが電気ナマズっていうので、この曲の感想で、ゲストが来てくださいました。で電気ナマズさんが来てくれて、で私机上の空浪城っていう番組で電気ナマズをした時のリアクションがなんか TikTok とか SNS でめちゃくちゃなんかバズって、なんかそれがなんかこういいきっかけなんじゃないかなと思って、ああ見たことあるみたいな風になんか楽しんでもらえたらいいなと思って、その電気ナマズをしました。まあ卒コンなので気合い入れてもらうっていうのを理由に、で電気ナマズをしで一緒にそのなんか、ボケツッコミしてる2人でするんですけど、そのもう一人の小島かりんちゃん、キャプテンの小尻に も, もう本番でやらせるっていうことをして、めちゃくちゃ小尻嫌がってたんですけど、もうそれもやってくれて心よく、これがエネビフォーテートの私の大好きなところで、メンバーがもう本気でもうぶつかってくれる、一緒に楽しいこととかなんかこうしようって言ったらもう全力で嫌やけど頑張ってくれるところがもう NMB48 の良さなので、それも出たすごくで盛り上がってくださった曲になったと思います。そして3曲目渚最高は私の卒業シングルでもう大好きな曲で、で最後ね、まあ、これほんとちっちゃなあれなんですけど、なんでやねんアイドルの最後がアイドル最高って言うんですよ。でそのアイドル最高の後に渚も最高って言って渚最高
が始まるっていう、こうちょっとしたちっちゃい私のただなんかやりたいなと思っただけなんですけど、はい、渚再興して、で次4曲目がワロタピーポーっていう、これももう本当にエネビフォーテイトの中でもめちゃくちゃもうとにかく笑えみたいな、なんか楽しい曲、楽しくてちょっとなんかかっこいいパンチの効いた曲なので4曲目にこれをしました。でこれが、サビで、もうメンバーが歌わずに笑い転げてるっていう答えにして、なので選抜メンバーっていう前で踊ってる歌ってるメンバーはこう普通に踊ってるんですけど、後ろで踊ってくれているメンバーのみんなはもうサビで歌わんと、もう本気でめちゃくちゃお腹抱えてもう大爆笑してもらうっていうのをしたんですよ。でそんなでリハーサルの時にメンバーのみんなにちょっと歌わんともうめちゃくちゃ笑い転げてほしいねんけどいいですかみたいに言ったら、みんなも最初はこう戸惑ってて、どういうことやろうってなってたんですけど、私が一回お手本を見せたんですね。もうほんまにめちゃくちゃ笑ったお手本を見せて、もう浴衣たいてもこんなんなんて、でこんな感じなんですけどって言って、で曲一回流してやってもらったら、もうみんなほんまに本気で笑ってくれて、もうレッスン場がもう爆笑のもう大爆発するぐらいのみんなの笑い声で包まれて、もうこれもほんまに、まあ、こんなに変なことも意味わからんお願いもなんかとにかく全身でぶつかってやってくれる、もう入った最近入った9期生の子とかも恥ずかしいと思うけどもう恥じらいを捨ててやってくれるっていうのがもう本当にエネビフォーテイトの大好きなところです。みんなありがとう。でやってもらいました。そしてなんとですよ、MC のところでモンスターエンジンの西森さんから VTR をいただきまして、西森さん本当にありがとうございます。西森さんとは NAB48 学園っていうラジオでモンスターエンジンさんにもずっとお世話になってて、私がもうバラエティとかも出る前に本当にその基礎というかなんかそういうのを教えていただいた先輩、大先輩で、その西森さんから VTR メッセージ付きでいただきまして、ほんでなんともこのこんな卒コン前代未聞相談用とはっていう大喜利でお答えまでしていただきまして、本当にありがとうございます。もうその西森さんのもう面白くてめちゃくちゃ嬉しい答えをもうぜひ配信の方で見ていただきたいんですけど、もう私が言うと変に答えが伝わると嫌なので、西森さんのもうベストなフリップと言い方をぜひもう知っていただきたいです。ありがとうございました。そして5曲目が青空カフェっていう、これは私が研究生の頃に歌ってた曲で、なんかその当時ね、私の研究生に入った時代、研究生ブームみたいな感じで、なんか研究生がもうすごいなんか研究生だけで武道館コンサートしたりとかするぐらいになってて、でなんか全グループの研究生が集まった研究生代表みたいなの青空壁っていう曲があって、でもなかなか歌うその、まあ、全グループのメンバーが入ってるからそのメンバーが揃うことがなくてなかなか歌う機会がなかったんですけど、めちゃくちゃ可愛くてめっちゃ素敵で大好きな曲やって、だからそれはもう絶対いつか卒業までに1回歌いたいし、ファンの皆さんにも思い出してもらいたいし、知らない皆さんにはこんな可愛い曲あるんやっていうのを知ってほしかったんで入れました。それを研究生のこと、歌いました。で6曲目がでこのね時は、私渋谷渚 で研究生の9期生の子に渋谷さゆきちゃんっていう子がいて、名字が一緒なんで渋谷と渋谷で、だからなんかその渋谷と渋谷が入れ替わぶつかって入れ替わるみたいな感じのボケで、だからさゆきちゃんがもう私のふりして私の声真似して一曲センターで歌ってくれて、私は端で渋谷さゆきちゃんのポジションで踊るみたいなことをして、さゆきちゃんも満勤で私のことをしてくれて、私がセリフの言い方とかずっとリハーサル中になんか今日はみんなとみたいな言い方したさゆきちゃんも今日はみんなととか言って2人で私は私の言い方を伝授して、さゆきちゃんはそれをメモして言い方とかなんか声の高さとかメモして本番やってくれました。それもぜひ見てほしいです。そしてモーソンマシンさん5期というのはチームビーツの時に歌ってた曲
曲で恋は災難っていうのもチーム M で歌ってた曲なんですね。懐かしの曲で8曲目のハートの脱出ゲームっていうのは私は NMB48 のチーム4っていうグループに兼任してて、でその時に歌ってた曲なんです。でそれがめっちゃ私も大好きやったけど、なかなかそのもう何年もずっと歌ってなくて、チーム4なんてあれ何年前もなんやろ、もう6年7年、ちょっと数字全部間違ってるんでわかんないんですけど、そのぐらい前の本当にその時めちゃくちゃもうあの葛藤してた時なんですけど、その時の曲が今私はチーム N なんですけど、そのチーム N の新公演でメンバーのみんながこの曲歌いたいって言ってくれて、 N のみんなが公演で歌ってくれてるんですよ。また蘇ってきた曲で、それをチーム N のみんなと私も一緒に歌うっていうことができて嬉しかったですね。これはあのマジック、人生初のマジックして案の定大失敗みたいな感じで、まあ、マジックやったけどそりゃできないよねっていうようなボケをしました。でこれはで次になんと MC でケンドー小林さんから VTR をいただきました。ケンコバさん本当にありがとうございます。もう本当にもうめちゃくちゃ嬉しいです。ケンコバさんがあの VTR のメッセージでもまたね東京でご飯行こうって言って、まあ渚ちゃんのおごりでなみたいな感じで言ってくださって、そのまあ一つのボケとして言ってくださったんですけど、本当にあの私がもうおごらせてください。そしてケンコバさんとねお食事行かせていただいて、ケンコバさんがよくあの渚ちゃんを3年預かって、もうほんまにもうマンツーマンでもうあの修行して3年後に表して3年後に出てきて、あのバカリズムさんを倒すっていう倒したいっていうか、なんかそういうことを言ってくださってて、もうそれもめちゃくちゃ嬉しくて、もうぜひ修行させてください。そしてケンコバさんも大喜利のお答えいただいて、もう本当にそちらもぜひもう配信の方でケンコバさんのフリップともいい方で見ていただきたいなと思います。嬉しかったですね。お花もいただきましてありがとうございました。そして次コーナーをしたんです。でそのコーナーはザ・ベストナギ雰囲気だけどお楽しみくださいっていうコーナーで、これは私はもう昭和歌謡がもうすっごく好きで、昔の歌番組とか昔のアイドルさんとかもすごい好きっていう自分のあれがあって、でそれをもうぜひ実現させていただきたいというので、ザ・ベスト10をちょっともじらせていただいて、でもあの全然もうほんまに雰囲気だけで楽しんでほしい、雰囲気だけのモノマネというかやってることなので、当時のファンの方いらっしゃった本当にこのもうファンの方いらっしゃった本当にすみません。でも大好き尊敬という気持ちを込めてやらせていただきました。そして1曲目は渚のチェリーっていう曲を、あの松谷凪子っていう名前で、あの本当に松田聖子さんのように髪の毛もボブにして、もう松田聖子さんの当時大好きだった私 の, あの松田聖子さんの黄色のワンピースがいるんです。真っ黄色のワンピースに真っ黄色のお花のイヤリングに靴も黄色いっていうのがあって、もうそれをその時の松田聖子さんを真似したいっていうのをやらせていただいて、で後ろにメンバーがスクールメイツみたいな感じで、もうあのポンポン持って踊ってくれて、でこの時は渚のチェリーっていう曲はなんかすごい AKB の曲なんですけど、ちょっと昭和っぽいなんか可愛らしさがすごいあるなって、歌詞の感じとかもで、この松田聖子さんとして歌いたいっていうのがあって、でダンスを私一人でまあ歌いながらこう踊ったりするんですけど、それは全部自分で振り付けを考えて全部でやってるので、なんかちょっとしたこだわりとか、ちょっと聖子さんっぽかったり昔のアイドルさんっぽいなんかこだわりも詰めてるので、ぜひそこもちょっとチェックしていただきたいです。そして次横須賀カーブという曲を青春隊っていう皆さんにやっていただいたんですけど、これはあの本当このここのコーナーはもうその歌番組っていう体で、もう司会が出口哲子さんっていうあの出口結菜ちゃんが哲子さんのモノマネしてくれてて、で司会に劇場の金子支配人があの男性役としてあのいてくれるんです。その2人が MC をしてくれてるっていうので、で次この青春隊っていうのは本当に昔の大人気のもう女子からキャーって言われてるアイドルさんみたいなことをイメージして、もうこの鉢巻き、それぞれのカラーの鉢巻きがあって、もう銀ギラ銀のあ
の当時の感じのちょっとテロッとした素材の衣装みたいなのを着てもらって、でこれは、あの平山舞ちゃんと塩月ケイトちゃんと真鍋あずちゃんにしてもらったんですけども、このメンバーも私がもう絶対この3人がいいっていうので、もうスタイルもいいし、スタイルも良くてバランスもいいしダンスも上手いし、もうその女子がかっこいいって思うような女子っていうか、なんかそういうかっこよさがあるので、もうその3人にキレッキレでやってほしくて、でダンスとかもなんかちょっとこうなんかレトロな感じ、その当時の映像とかを先生とかに見せて、こんな振り付けがいいですとか言って、で3人にもイメージを湧いてもらうために、まず最初にこんな感じでしてもらいたいねんけどどうかなって言って直談判して、でぜひやらせてくださいってもう本当に言ってくれたから、その雰囲気とかも全部言って、ほんでもうこれも本当にでこの曲「横須賀カーブ」という曲は劇場公演の曲で、多分すごいマイナーでなかなか知らないと思うんですけど、私はでも当時歌ってて、一番なんかイントロとかのなんか入りとかがめっちゃ昭和っぽい感じが、なんかジャンジャンジャンみたいな感じが、あめっちゃいいかもと思って、だから劇場公演でやってる横須賀カーブの感じと今回青春隊のみんながやってくれた雰囲気が全然違う、曲ももう一気にガラッと違うくなったから、それがめちゃくちゃ面白いなと思って、でこの3人もそれぞれなんかもうやりきるって思ってくれたらしくて、キャラもなんかそれぞれキャラなんかつけてくれたみたいな感じで、めっちゃ女子にキャーって言われるのを目標に頑張ろうって言って、そんな気持ちを込めて踊ってくれたので、もうこれもぜひ見ていただきたいです。そして次は渚天ということで、テレサ天さん風にちょっと妖艶な大人の切ない女性みたいな感じをしたくて、で今更道頓堀っていう曲なんですけど、この今更道頓堀っていうのは、まあ、最新シングルに最近の曲なんですけど、私も選抜で入ってて数名で歌う曲なんですけど、でもねすっごいね歌詞がなんかね妖艶でちょっと切なくて、なんかちょっとなんかこう大人っぽい感じとか曲調とかが、あもうめっちゃ私の好きなテレサ・テンさんみたいな感じだなと思って、ずっと当時から最初もらった時から思ってて、で衣装とかもスパンコールでこうタイトな感じでスリット入っててみたいな、でめっちゃかっこいい感じやから、綺麗な女性って感じやから、でそれをもうぜひ今回もう私が思う雰囲気で歌いたいということで、なんかこういう雰囲気にさせてもらいました。はい、でなんかこう横にその曲がこうなんかデュッデュワみたいなコーラスが結構入ってる曲なので、なんかコーラス隊のデュア隊みたいな感じで、みんなメンバーにもこうなんかこう妖艶な感じで歌ってもらって、もうその4人で歌い切れたのがもうすごい嬉しかったです。で次が、マジスカロックンロールっていう曲なんですけど、これはもうロックな感じの曲なんです。でそれをナンバギンヒョウっていうチームのみんなにやってもらったんですけど、ナンバギンヒョウは小島かりんちゃん、石田ゆうみちゃん、田中ゆきのちゃん、坂田美咲ちゃんっていうこの4人なんですけど、もうねこのイメージはほんまにもうグラサンかけて、もうみんなリーゼントでもギター持って、なんかこんな感じのなんか俺らについてこいよみたいな、なんかロックななんか楽しい感じのワイルドな方々が私はそのすごいなんか好きで、なんかでそういう感じのイメージがあって、このこれを やりきってくれるのはこの4人しかいないということ でこの4人にも直談判して、最初にまずリーゼントをするためにねカツラをつけないといけないんですよ。もうそれはアイドルとして最悪なことなんですね。前髪命、本当もうこのもうちょっとでもこう崩れたらもう直す、ケープでもう直すっていうぐらい細かく、もうアイドルはね命なんです。でも横毛とかもこう隠すね、こう横毛とかも大切やのに、リーゼントってなるともうこれだけでもう横もガッサー上がってるので、もう嫌やん絶対嫌やんと、私も嫌なんですけど、やるって言われたら嫌って分かってるけど、もう本当にもう一回もうどうですかっていうことを言ったら、めっちゃ面白いじゃないですかってやらせてくださいって言ってくれて、でそのイメージとかもめっちゃ汲み取ってくれて、でもその衣装とかも
もうそのなんかちょっとロックな感じでなんかみんなやって、リーゼントメイクさんとかもなんかもう楽しげにやってくれて、メンバーのみんなもリハーサル中とかもうなんかめっちゃ楽しくなんかもう笑いながらキャッ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 なりきってやってくれたから、もうほんまに嬉しかった。もうこれめっちゃかっこいいんで、もうぜひ見てください。ほんで最後に逆さ坂っていう曲ねを、水坂夏実さんっていう方が歌ったんですけど、まあ、この水坂夏実さんは私なんですけど、もうこれは絶対やりたくて、あのこういう歌番組の一番最後にもうラストはこの方が鳥を飾ってくださいますみたいな感じで大御所演歌歌手の方が出てきて、一人でこうなんか歌い切られて、それを周りが今日出た出演者の皆さんがこう集まってこうなんか一緒に乗るみたいな感じで、サビはこう一緒に歌うみたいな、あの感じがあるじゃないですか、オーラスの。もうそれはもう絶対やりたいと思って、最後に私がもうお着物着てで逆さ坂っていう曲を歌ったんですけど、この逆さ坂っていうのは多分もうファンの方でも知らない方の方が多いんじゃないかなと思うぐらいすごいコアな曲で、でもこれはあのじゃんけん大会っていうのが AKB であって、そのじゃんけん大会で私がなんか勝ったんですよ。何やったかな、なんか5位6位4位なんかわかんないですけど、なんかその辺で勝っていただいた曲で、でもなんかすごいもう演歌、もう歌も演歌みたいな、もうザ演歌で、当時も着物着て歌ってた曲だったので、で歌詞はねすごいすごいいいんです。前向きね、なんか上り坂もあっても下り坂あるけど、もう人生捨てたもんじゃない、もう上って下って坂道ばかりやけど、もうみんなで頑張っていこうみたいな曲で、これは卒業の自分のなんか気持ちにもすごい当てはまるし、明るくて最後の鳥を飾るのにベストだなと思って、もう一人でこう歌い上げるっていうので、またこの坂坂っていう曲がなんか新たにこう命が吹き込まれたような感じになったんじゃないかなと思って、これは自分的にもすごい嬉しかったです。はい、でこのね、もう本当にこの時もう私だからすごい、この一曲でまず聖子さんの服に着替えますよね。でメイクさんももう二人がかりでもうこの私の髪の毛を松田聖子さん風にヘアチェンジしてくれて、でも横須賀カーブもめちゃくちゃかっこいい曲衣装さん用意してくださって、これも次テレサ天才になるために着替えて、もう髪の毛もこうちょっと横に下ろす感じですぐに一曲の間にもう2分とかですよやってもらって、でマジスカロックンロールもメンバーみんなめっちゃかっこいい感じでやってくれて、逆さ坂ももうお着物を用意してくださったんですけど、もうそれももうベリベリってもうめっちゃ本格的な着物なんですけど、めっちゃ工夫してくださって、もうベリベリベリってやったらつける感じになって、それしてほんでもうメイクさんもこのちょっとお団子にしてくれて、演歌歌手さん風にしてくださったっていう、もうこれはもう皆さんの努力の結晶、皆さんのお力がなかったらもう絶対叶えられないことになりました。もうこれだけでももうぜひ見ていただきたいと思います。そんな気持ちがこもった曲です。そして次またコーナー次第2弾があるんですけど、これは凪戦、仲間たちとの友情と人情物語っていうのがあって、でここはまあ言ったらなんか熱血コーナーみたいなのを作りたくて、でっていうのも私はこうあんまり知られてないかもしれないですけど、意外とすっごい情熱的で、あの熱血で熱い部分があるんですよ。でそれはなんかこう、まあ、グループにいる時とかもメンバーになんかこうなんかそういう気持ちだったりとか、まあ、正義というかなんか自分のそれがすごいあって、なんかそういう自分のなんか、まあ、NAB でいたそういうなんか熱い部分っていうのをなんかちょっとこういう自分の歴史というか11年間の集大成を見せる卒業コンサートのところで詰め込めたらいいなと思って、なんかメンバーにも届けたいしファンの皆さんにもなんか届けたいし自分っていうのも表したいというので、この情熱コーナーを作ったんですけど、でこのまず1曲目が、あでまずこのテーマっていうのが、まずテーマっていうのがあって、まあ、みんなちょっとこうなんかまず 2組で争ってるみたいな、それが渋谷凪沙も卒業反対派と賛成派みたいなグループにちょっと分かれてもらって、それをちょっともうあの凪沙さんの卒業反対みたいな、なんで凪沙さん頑張んねんからあのそんな反対すんなよみたいな、こうなんかござござ言い合うみたいな感じで、であの
それでなんかごちゃーっとなって喧嘩になるっていうね。喧嘩になった後に魔女てっぺんブルースっていう曲があって、これはなんか AKB さんのでもその対立してる2つのなんかグループがあって、それでなんかお互いこうかまし合うみたいな感じの曲なんですよね。なのでなんかそれのセリフとかもなんかちょっとスタッフさんとかと一緒に自分も考えたりとかして、もう自分のねもうめっちゃキモい気持ち悪いんですけど、自分の卒業なんかこう寂しいとかなんか応援したりよとかなんかこう自分で考えてんのをメンバーに言ってもらってんのも申し訳ないんですけど、なんかそういうこともしました。でそこで喧嘩してると、まあこの凪戦っていうのは言ったらもう極戦のパロディなんですけど、ヤンクミみたいな感じで、でこの魔女てっぺんブルースでみんなが争った後に最後になんか大サビみたいなところでなんか仲裁する人が出てきて、喧嘩をしたって夢なんか見れねえよみたいな、たった一つの君主はマジさみたいなこう歌の歌詞があって、でそこのとこで私がこうヤンクミのジャージ赤ジャージ着て眼鏡やって二つくくりしてこうなんかそれをこう歌うみたいな、じゃあみんなもパッて見てなんかヤンナギみたいな感じになってなるみたいな、で私がまあそこでヤンクミとして出てヤンナギとして出て行って、次みんなを止めるんですけど、こんなに喋こんなに内容喋りまくって、まあそういろいろねもう気持ちを説明するともうそんな感じにちょっと喋っちゃうんですけど、で私がみんなをこう止めるんですけど、みんなはなんかまだ争っててもらち開かないよみたいな感じでバーってなんかもう2組とみんなどっか行っちゃって、私はステージに1人になって孤独みたいな、で私はどうしたらいいんだみたいになったら、こう虫のバラードっていう曲なんですけど、これは私がもうこれ一人で歌う曲なんです。虫のバラードっていう、もうなんか俺は一人でなんかずぶ濡れの中もうなんか這いつくばって生きてたみたいな、でもなんか傷つくことも恐れないみたいな、なんか俺は一匹の虫になるんだみたいな、めちゃくちゃ熱い曲なんですけど、もう感情的にもなんかミュージカルぐらいこうなんか一人ミュージカルぐらいこう歌い上げるような曲で、それを私が研究生の頃に歌ってて、歌も私もめちゃくちゃ下手やし、もうそんな表現一人でステージを作るなんて思うこともできなくて、もう最初めちゃくちゃ叩かれまくって、私が歌う時になったらお客さんがトイレ行く人が出たりとかするぐらい見てられないぐらい、本当に当時はもう最初やる時もうめっちゃ苦しかったんですけど、それこそ虫のバラードの曲に合うっていうか、もうできないけどそれでも俺は這いつくばって頑張っていくんだみたいな曲で、それを劇場公演でずっとやってたんですね。毎回もうなんか終わった後な、もう舞台監督さんと話して泣いたりとか、今日もできなかった歌詞が飛んでしまったとか、なんかもう本当にいろいろあって、でもなんとか最後の方はなんか渋谷凪咲の虫のバラードがなんか作り上げられたかなっていうぐらいに自分でも思えたような、なんか一つの自分新しい扉を開いてくれたような曲なんですけど、でそれをちょうどそのなんかこう一人ステージで一人になって、みんながどっか行った後に一人になって葛藤してる、そして自分の卒業するっていう決意も自分で決めたっていう、なんかそういう決意をファンの皆さんにもお届けしたいっていうので虫のバラードを歌いました。そしたら次にメンバーがバーって来てくれて、その虫のバラードの私の歌を聞いて、そんな覚悟があったんやみたいな感じでみんながこうなんか思ってくれるみたいな感じになって、そっから私のなんか一人芝居になるんですけど、まあメンバーみんながやんなぎみたいな感じで来てくれて、でそっからはもう私のほんまに今思ってる熱い気持ちをとにかく伝えようと思って、なんか最初台本がちょっとあったんですけど、もうその台本も全部やめて、もう今自分が思う気持ちをメンバーにもうぶつけようと思って、もう生ものやし、もうそれが一番まあなんか変に小芝居するよりも、ここもう自分が一番伝えたいものを表した方が下手くそでも伝わった方がいいなと思って、とにかくその時は伝えました、いろいろ。はい、もうちょっとなんかね、なんか熱くなって本当に涙なんか泣いちゃったぐらいなんですけど、でもそれをメンバーも見て、メンバーも一緒に涙流してくれたりとかして、こういうちょっとなんかお笑い小芝居だったけど本当の情熱みたいな友情と人情物語っていうのがちゃんと詰め込めたかなと思って、なんかそちらそういうなんかこういうなんか気持ちっていうのもぜひ配信で見ていただけたらいいなと思います。はい、
そして次なんとハリウッドザコシショウさんから VTR をいただきまして、もう塩太郎さん本当にありがとうございます。塩太郎さんは私がもうずっと渚とザコシという番組で一緒に2人で番組させていただいてて、でこの間私が単独ライブを見に行かせていただいた時に、渚ちゃんも卒業やんなって、卒業コンサートとかあんのって言ってくださって、もうぜひ来てくださいって言って、もう絶対行きたいって言ってくださったんですけど、スケジュールで行けなくて、そしたらこうやって VTR も出演してくださって、大喜利の回答ももうめちゃくちゃ面白い回答いただきまして、本当にありがとうございます。そしてお花束も、一滴のお花束もいただきまして、でなんかこうケンコバさんとザコシさんが花束がこう並んでるのとかを見て、なんかお二人ともすごいなんかもう同期で、もう友情があって、なんかそのお二人の花束並んでるのもすごい嬉しかったですし、なんかザコシさんのメッセージとかも嬉しくて、本当にありがとうございました。もうそのこともその映像もぜひ見ていただきたいです。さあ、そして次後半戦になってくるんですけど、次は私ってもうこの11年間なんかもういろんなキャラクターになったんです。まあ、自分で自発的に SNS で作ってたキャラクター、ミラクルミラクルスイカ缶っていうのもあったりとか、あとはまあいってらっしゃいなぎちゃんとか、あとはこのなんかもともと松谷なぎ子さん、聖子さんもなんか別のライブの時になんか自分がやりたいキャラとしてやらせてもらったり、あと宇宙人になったりとかあった、いろんなキャラがあって、歴代なんかそのキャラのルーレットみたいな感じでの VTR があって、で今日は誰が来るのかってなった時に、この大喜利さんっていうね、このキャラの人がプライオリティという曲でライブで出てきたっていう感じになったんですけど、この大喜利っていうのは大喜利をする、まあ、ホストみたいな感じなんですよ。でプライオリティという曲がもともと木下桃花さんがやってた、もう男性でもうめちゃくちゃ女の子にモテる、もうなんか、まあ、ホストイメージはなんかホストクラブのもう一位指名の人みたいな感じ で私はそのなんか大喜利っていう名前で、大喜利っていう名前もとにかくかっこいい感じを並べたんですけど、王様の王にもう遊戯王の儀にもうキリンのリンっていう、もう一番かっこいい名前をとにかく混ぜたっていう名前で、ほんでその大喜利さんはもうとにかく女子がめっちゃ大喜利のことを好き、それは大喜利が面白いから好きっていうので、で曲中に女子がなんかもうキャーみたいな感じになって、大喜利さんみたいな、今日も大喜利答えてもらっていいですかみたいな感じで寄り添ってきて、なんか君にだけねみたいな感じで言って、その大喜利を答えて、でそれが面白かったらもう女子はもう倒れ込んで、もうなんかもうメロメロになっちゃうみたいな設定なんですけど、まあ、面白い人がモテるっていうなんかそういう設定、キザな男の人なんですけどね。でそれをやらせてもらいました。もうこれも曲中に大喜利するなんて多分こんなアイドルいないと思います。もうなんかそんなこともいろいろやらせてもらってすごい嬉しいなと思って、それもねぜひ見ていただきたいです。そして次、禁じられた2人っていうのは、私がこれ研究生の時に一番最初にやった曲なんかな、女性同士の恋の曲なんですけど、この曲もすごい自分を成長させてくれた曲で、なんかもう当時のメンバーともなんかほんまにお互い好きになろうみたいな感じで、お互いをすごい思い合って、なんかほんまに仲良くなろうみたいな、じゃないとこの曲歌えないよねみたいな感じでやってた曲で、なので阿部若菜ちゃんっていう、私も若ぽんのことがすごい好きで、なんかこう若ぽんと2人で歌いたいなっていうような曲だったので歌わせてもらいました。でアイドルなんて呼ばないでは、私の推しメンっていうなんか私がすごいなんか可愛くて好きだなっていうメンバーに歌ってもらって、なんかまあこの曲もすごい好きで、なんか歌詞も面白いし、なんか自分的に好きな曲なんで、みんなに歌ってほしいと思う曲なので選びました。でこれはみんなが遠慮がちにモノマネ、推しメンの子たちが遠慮がちにモノマネしてくれるっていうような、なんか大喜利のなんかボケになって、みんながこうほんまに私のモノマネを一人一人してくれて、すごい遠慮しながらやってくれてありがとうございました。で次、抱きしめられたらという曲なんですけど、これはちょっとセクシーな曲で、本当にあなたに抱きしめられたらもう一瞬で燃えて灰になっちゃうよみたいな、もうあなたにもう
抱きしめられるんやったら消えたって、もう今日消えたってそれでも構わないみたいな、すごいなんかこう曲なんですよね、セクシーな。でも服とかもちょっとはだけちゃって、なんか肩とかちょっとシャツなん大きめの枯れシャツみたいな着てちょっとはだけてて、なんかこの辺も見えるみたいな感じのテイストの曲で、それを歌ったんです。ほんで私このまあ知ってる方はねあれなんですけれど、小尻に下がってっていう、なんかそのなんか何て言ったらいいの、小尻に下がってっていう、なんかそういう名場面じゃないんですけど、そういうのがライブ中にね以前生まれたんですよ。なんか私が今日はライブの喋るところの時に、今日は私、まあ、ファンの皆さんに熱い気持ちをこうお届けして、その後にでも私は皆さんにお願いしてばっかりですけど、私も私で皆さんのために爆乳のメンバーを揃えてますみたいなのを言って、で爆乳のメンバー前出てみたいななって、でキャプテンの小島かりんちゃんがいろいろ突っ込んでくれるんですけど、それの時に小尻に下がってみたいな、小尻はそのあれだから下がってみたいな、いうなんかそういうことがあって、それもなんかこうちょっと SNS で話題になってくれたりとかしたので、なんかそれもちょっと最後に詰め込みたいなと思って、抱きしめられたらは私とジョニシレイちゃんと和田美優ちゃんっていう、本当にこうジョニシレイちゃんと和田美優ちゃんはグラビアとかも教えて、こう爆乳メンバーで、それにプラスコジリンっていうので、で最初はみんなで歌うんですけど、感想になったらちょっとコジリン下がってみたいなノリがまたこう再発するっていうのがあって、でそれもぜひちょっとこう見どころとして見ていただきたいなと思います。そして I Love 歌間っていうのは私がセンターでもらった曲なんですけど、めっちゃ可愛くて、なんか本当に大阪でしかこう歌えないような、なんか食いしん坊の女の子の恋する歌なんですけど、なんかこれは私がこう好き、私のことを普段から応援してくれてる、なんか好きって言ってくれるメンバーとか、なんか恩があるこう恩義メンバー、私が恩義メンバー、恩義がある恩義メンバーのみんなに歌ってもらいました。でこの答えが、で私が、曲の感想でサプライズでみんなになんかこうメッセージ映像みたいなのを届けるんですけど、一人一人に感謝を言うみたいな、でなんかそのメッセージ映像の中に、メッセージ動画にスキップできない広告がついてるっていうようなボケで、なんかそれでメッセージなんですけど、途中で広告のよく YouTube とかであるスキップできない15秒とか待たなあかんやつが入ってくるみたいな、で最後の出口ゆいなちゃんの答えだけ聞けないみたいな感じで、ゆいながこう突っ込んでくれるみたいな流れの、I Love 歌間になりました。そして思い出のほとんどは、同期の川上千尋ちゃん、もう本当に11年間ずっと一緒にいて、同期は2人だけ、私とチッヒーだけなんですよね。その2人が残ってて、思い出のほとんどっていうのは前田敦子さんと高橋みなみさんの曲なんですけども、その歌詞もすごいチッヒーとリンクしてて、もうめっちゃいい曲で、私絶対卒コンの時にチッヒーと歌いたいって思ってたんですけど、なんかこういろいろバランスを2日間で考えた時に、チッヒーと歌えるのは逆にこの思い出のほとんど歌いたいけど、なんかボケにするのはどういうボケにしたらいいんだろうみたいな感じになって、でもなぁと思って、で思いついたのが、感動的な場面で空気を読んで嘘泣きするっていう、いうボケだったんですけど、逆にその思い出のほとんどの時にちひと二人で、最初はめっちゃ真剣にほんまに気持ち込めて歌うんですけど、感想でお互いこう空気読んで目薬さして、なんか嘘泣きして、もうあたかもめっちゃ感動して泣いてるみたいにしてるっていうのを したんですけど、これは逆にほんまにちひとしかできないから、このボケもほんまにいい場面、なんかそうほんまにチッヒーとだからやりきれるし、このボケがこうちゃんと成立するなって思ったから、これはここに入れさせてもらって、チッヒーとこうやりきれたこともすごい嬉しいし、これが渚とチッヒーらしいなって思うし、思い出のほとんどだなって思いました。で次がワルキーという悪なぎということで、私がなんかね
ライブ中に借り物競争をしたいと思ったんです。っていうのもとにかくファンの方と触れ合いたいっていうので、ファンの方と一緒に何か楽しくメンバーとこう交流できるゲームじゃないけど、なんかそういうのがライブ中にできたらいいなと思って。あ、ってことはなんか借り物競争ってこう一緒になんかみんなも探してくれたりとかなんかするのがいいなって思ったので、ここで悪なぎっていうのはワルキーっていう曲はおねだりする女の子のちょっとなんか小悪魔的な感じで、筋肉触らせてよみたいな、どれぐらい硬いのみたいな、今日のバッグ重いねんなみたいな言ったら、なんか彼が持ってくれるみたいな感じのお願いする曲なので、その曲に乗せて今日は皆さんと借り物競争したいんですけどみたいな感じで借り物競争して、本当にメンバーがいろんなそれぞれの各場所に散らばって、でなんか私が言ったものを探してくれるみたいな、ファンの方もなんかこういろいろ協力してくださって、なんかそれもすごい楽しかったなと思いました。で次ピンク色の世界というところで、借り物競争で皆さんにご協力いただいたので、そのお返しがしたいなと思って、アメちゃんをね、やっぱ大阪ということでアメちゃんをあげたいっていうのと、あと新喜劇でスッチーさんがアメちゃんめちゃくちゃ巻くじゃないですか、ああいうのもあるから、なんかお返しに皆さんに山盛りアメちゃん配るっていうのをやらせてもらって、メンバーみんながそれぞれなんか山盛りいっぱいアメちゃんもで一曲中ずっとこうお客さんに配るっていうのもやらせてもらいました。でもなんか最初はこう手渡しで一人一人こうやりたかったんですけど、やっぱ時間がない、たくさんの皆さんに配りたいということで、もう手渡しじゃなんか無理ってことで、ほんまにスッチーさんぐらいめちゃくちゃ投げたりとかして、すごい乱暴な渡し方になっちゃって、それは本当申し訳ないと思ったんですけど、ファンの皆さんのコメントとか見てたら、なんかみんなが分けてくれたとか、なんか独り占めせずにみんなそれぞれ分けてくれたとかコメントがあって、それもすごい嬉しかった。ファンの皆さんありがとうございます。でこれもポイントはワルキーっていうのはすごい可愛いピンク色の衣装を着てるので、ちょっといちごミルク飴がいいなと思って、そのいちごミルクっていうのはもう私がもう絶対にいちごミルクにしてくださいっていうのをスタッフさんに頼んで、そこもちょっとこだわりですね、ワルキーっぽさ。あとなんかお客さんとこうなんか、共通の持って帰れる思い出みたいなのがあったらいいなと思いました。はい、テラブラドールレトリーバーっていうのは、私がこれは実は研究生の頃に、AKB さんのシングルで渡辺真由さんがセンターの曲で、もう当時もすごい皆さんもう本当にもう全盛期というか、もうすごい皆さんの AKB の選抜の方がいらっしゃって、でもうその後ろで私がその研究生だったんですけど AKB の選抜に入らせていただいたという AKB 初選抜の思い出の曲なんですね。でこれはもう本当に真由さん、ミュージックビデオが渡辺真由さんがてかメンバーみんなが本当はワンちゃんだったみたいな、なんかそういう設定の曲で、なんか犬になりきるっていうのもいいなって言って、ダンスの振り付けとかもなんかこうワンちゃんのところがいっぱいあったりとかするので、なんか犬になりきるのいいなっていうことで、でじゃあなんかコールとかを超絶かわいいなぎちゃんとかっていうとこあるじゃないですか、あれを逆にお客さんにこうテロップとか見せて、で今日は皆さんもうワンちゃんになりきってくださいみたいな、会場みんなでワンちゃんになりましょうみたいなの言って、でワン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 とか言って、なんかなーぎちゃんとか言うとかもワンワンみたいな感じでなんかこうやってもらえたら、すごい皆さんも一緒になんかボケて一緒にこう楽しめるなんか空間があったらいいなと思って、そんな感じにして、でその大喜利の答えが、大切な日に限ってファンの皆さんのコールが変みたいな感じのなんか大喜利の答えにして、なんかそれをやりたかったんですけど、なんかそれがなんかやっぱうまいこと伝わらずで、なんか全然ワンワンコール聞こえなくて、これやばいと思って全然伝わってないっていうので、もうパニックなって、ほんで感想でね、本当は私が皆さんがワンワンコールしてるから私もワンちゃんになって、ワンワンワンみたいな、皆さん行きますよみたいな、ワンワンみたいに言って、ファンの皆さんワン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 みたいな、ワン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 みたいな感じで、みんなでワンちゃんになるって、会場中みんなでワンちゃんになるっていうのをやりたかったんですけど、まず最初に伝わってないから、感想で私がワンワンコールしたって絶対返ってこないと思ったんで、
もうぐるぐるって頭回転させて、とにかくあの皆さん座ってる皆さんは立ってくださいだわーみたいな、もうその語尾だけワンつけて、でもとにかくファンの方を立たせるっていう、なんか言わなあかんから立たせるっていう、なんかよくわかんないことなんで、ファンの皆さんもなんかみたいなんで、腰が重いわー、でも頑張って立ってくれわーみたいなことなんで、また歌い出すみたいな、ちょっとなんかぬるっとしたんですよね。これが一番伝わらなかったなと思って、これ大失敗でした。で次も夢中人って、これは私の本当にあの秋元康生先生が歌番組で私がセンターになるっていう時に書き下ろしてくださった楽曲で、この世界にこんなになんか本当にもうずっとボケてる私なんですけど、本当に好きな人っていてくれるのかなみたいな、こうすごい可愛らしいね、なんか自分の気持ちとね、アイドルの自分の気持ちとリンクした曲なので、はい、それを歌って、で次アンコールで夢は逃げないっていう、このめっちゃいい曲なんです。もう山本さやかさんが卒業の時に楽曲を提供してくださった曲で、なんか夢はいろんな、みんなでこういろいろあったけど夢は逃げないみたいな、なんかもうとにかく頑張って、みんなでこう一つになって頑張って頑張ろうみたいな感じの曲があって、でそのね曲の感想で落ちサビみたいなところでさやかさんから頑張れっていうさやかさんの声が入ってて、それをみんなが聞いてうんってうなずくっていうね、その名場面があるんですけど、でそこをなんかリハーサル中になんかどうしますかって言って、なんかよく卒業のこじりんがなんかこう卒業のメンバーの方とかは、卒業メンバーの人が頑張れって言って、メンバーが卒業の人がこうみんなに頑張れって言って、メンバーがうんみたいな感じっていうのも結構多いパターンなんですけど、なぎささんどうですかねと言った時に、なんか私はこうみんなに頑張れっていうよりも、みんなと一緒に頑張りたいなっていう気持ちがなんかすごい強くて、あんまりなんかこう一人でなんかみんなに言うっていう感じでもないなと思って、うん、だからうーんってなって、でリハーサルでやってみた時にさやかさんからでも頑張れっていう言葉もまた卒コンでもちょっと違うんかなってなって、こじりに相談してたら、じゃあメンバーが渚さんに頑張れって言うっていうのはどうですかっていう提案してくれて、それはすごい新しいパターンで、なんかメンバーが私に向かって頑張れって言ってくれて、私がもうその声聞いてうんっていう、でも本当に卒業してからもこう頑張りたいし、メンバーから言われたらより頑張れるなと思って、なんかその演出すごい嬉しいと思って、それをしてもらいました。それはすごい嬉しかったですね。でそんな困難なんですけど、本当にその後に私がまたそのさっきチヒとやってた時の目薬あるじゃないですか、でその目薬でメンバーに対してこう気持ちを言うんですけど、すっごいなんか薄い内容をメンバーに言ってんのに、目薬差し嘘泣きして涙ながらに言ってる感じでも何してんねんみたいな感じのなんか MC をね、 MC というかなんかやらせてもらったんですけど、まあ、そこで本当にラブラドレトリバー伝わらなかったっていうところも、あれほんまに泣きたかったんですけど、もうそれも言ったらめっちゃウケたんですよ。で、あ、ウケたってことはみんななんやこれと思ってたんやっていう、そこにもちょっとショックだったんですけど、なんかそういうのとかがあって、まあ、私が涙し目薬で涙するっていうので、こじりんだけこう突っ込んでくれててみたいな、でメンバーはみんなはなんか気づいてないくて、ずっとなんか本真剣に聞いてくれるみたいな感じの MC があって、次約束よっていう曲を歌って、これは私が研究生の時に歌ってた曲で、なんか必ず君に会いに行くからね、いつかどこかでみたいな、こう別れてもこれからも会えるし約束だよみたいな曲があって、でなんか私自己紹介で待ち合わせ、渚前で待ち合わせやでみたいな感じで、こう指切れのポーズがあるんですけど、でその曲のダンスにもこの指切れのやつがあったりとかして、でこの曲は2番から歌ったんですよ。1番からじゃなくて2番から歌って、でそれはやっぱこの歌詞を見てると、なんか2番が一番なんか自分に合ってる、今の状況とか自分に合ってるなと思って2番からしたね。なんかなんで2番なんやろと思った方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まず入りが、だから涙見せちゃいけないの、手を振りながら別れましょうみたいな、
なんか涙見せちゃいけないのっていうところもさっき泣いてたところになんか通ずるし、ちょっと面白いかなと思ったし、なんか本当にありがとうと心からなんか伝えたい、楽しかったみたいな、なんかそれも自分の気持ち、メンバーとか NMB ファンの皆さんに対しての気持ちもすごいこもってるし、いいなと思って、でそれをして、でまたこの約束よで最後になんか私がこう感想でメンバーにメッセージを言ったら、メンバーもなんかうるうるしてきて、じゃあちょっと感動的になったところでメンバー全員がこう後ろ向いて目薬さすみたいな、ほんでなんか落ちサビのところにこう振り向いたら全員が泣いてるみたいな、あの全員が堂々とその泣きするみたいなボケをさせてもらって、メンバーもみんな協力してくれて最高の顔作ってくれて、なんかそれをやりきってくれるこのメンバーの良さに本当にこの時もすごい感謝しました。でなんとその時の全員目薬持ってたんですけど、その目薬がなんとロート製薬さんがもうご協力してくださったんです。もう本当にありがとうございました、ロートさん。もうメンバー分の段ボールでもうすごい量の目薬をいただいて、でライブにもこうご協力してくださって、でロートさんも見に来てくださっててっていうので、まさかこんな薄情な使われ方してるとは思わなかったと思うんですけど、本当にあのそんな感じで使わせていただいてすいませんでした。でもファンの皆さんもこう楽しんでいただけたし、やっぱロートさんの目薬いいなっていうのをメンバー全員実感いたしましたので、本当にありがとうございました。でそういうね、あのご協力もいただいて成り立ったのボケと曲だったなと思います。で最後はもう NMB48 っていう、もうこれ もう NMB48 ナンバー大阪の土地柄、もうおすすめの店とかなんかもう、そうめちゃくちゃ大阪弁でザ・ NMB48 っていう曲なので、最後はやっぱこれで締めくくりたいなという思いでした。ざっと説明したんですけど、めちゃくちゃ長くなってすいません。でも本当に私が今回のコンサートでこの1日目の、まあ言ったら私はこう11年間アイドルと、まあ、お笑いっていうところにも本気で向き合わせていただいたと自分の中で思ってて、アイドルとお笑いっていうこの2個に 100% でどっちも自分自身はぶつかってきたなという気持ちがあって、なので1日目はもうお笑いに全力で振り切ったもの、2日目は全力でアイドルに振り切ったライブっていうのが一番自分の11年間表してくれるんじゃないかと思って、なんかその今回は卒婚やけども全力でお笑いと本当にもうあの笑ってもらう、楽しんでもらうライブにしたいなというふうに思いました。で本当に NMB48 のメンバーって楽しいこととか頑張ることに全力で向き合ってくれるから、なんかそういうところっていうのもいろんな方にお届けできたら、こう初めてなんか卒業コンサートっていうのをきっかけに見てくださる方とかにも NMB ええやんって思ってもらったりとか、楽しいグループやなって思ってもらったり、あとは NMB48 の楽曲の良さだったりとか、他のグループにはない NMB らしい色だったり曲の感じだったりメンバーの良さだったりとか、そういうのが伝わるライブになったらいいなと思って、まあ、あとはもう本当に自分のわがままでねやらせていただいたんですけど、なんかそういう気持ちもあって、今回のコンサート、この1日目のコンサートを作らせていただきました。本当にたくさんのスタッフの皆さんのこので電気ナマズとかも、実はその気象の空論寮っていう番組のスタッフさんが実際にその当時 あの電気ナマズ番組の方からこう借りて電気ナマズが成り立ったりとか、ステージに電気ナマズ上げたことないし水槽なんて上げれるのかみたいなところから、最初は難しいかもってなったけど、なんとかなんとかもう楽しいものを作ろうっていう思いでやってくださったりとか、もう本当にもう芸人さんのお世話になった皆さんにもご協力いただいたりとか、もうこういう全てで成り立ったと思います。そしてファンの皆さんが何よりもあの楽しんでいただいたり一緒に盛り上げてくださったりとか、なんかそういう皆さんの温かさで本当にもう最高 あの自分にとってはもうこれ以上ないなんか自分らしいコンサートを作れたなと思いました。本当にありがとうございます。
でね、あのファンの皆さんから質問というか、それもあの卒業コンサート、千葉の卒業コンサートの感想っていうのでつぶやいていただいて、質問みたいなのもいただいたので、はい、それをね答えていきたいなと思うんですけど、まあ、これもやんなぎでメンバーみんなに熱く語ってた部分はアドリブですかっていうのもそうですね、さっきお伝えした通り、はい、とか、あ、コンサート前にメンバー皆さんがラジオ等でリハ中にもどんどん面白くなってるセットリストを何回も打ち合わせしていたと話していて、ワクワクしていました。これだけは絶対やると最初に決まったことや最後まで悩んだところなどありますかっていうご質問いただいたんですけど、そう、これだけはやるっていうのは、嘘泣き目薬はこれ絶対やりたいと思って、で卒コンで一番やったあかんことって、卒コンのあるあるとやったらあかんことって何やろってなったら、あるあるはやっぱめっちゃ泣くっていう、メンバーみんなが泣くっていうので、それを逆に嘘泣きって、そんな白状のことしたらあかんよなっていうので、あ、だったらなんかもう本当前代未聞のことをやりたいと思っても、嘘泣きっていうのはまあ一番わかりやすくてなんかシンプルだからやりたいなと思いました。で、一番悩んだりとかしたのでもこの投げ銭っていうこのコーナーは、最初はなんか熱血コーナーっていう名前やって、で台本も結構なんかこう作ってもらったりとかしてて、でもなんか自分的にこう意図があんまり伝わらなくて、自分の気持ちも乗らないなっていうので、もっと分かりやすく楽しくしたいっていうのから、あ、でも極戦ってヤンクミってなんかめっちゃ情熱的で熱くて、なんかこうズバッと言うし、でも優しくておちょこちょいでみたいな、なんかそういうところがちょっとこう自分にもリンクするし、メンバーみんながこう、マジョテッペンブルースがめっちゃヤンキーみたいな設定なので、みんなめっちゃやんちゃな格好してるんで、学生の制服で、あ、それもなんか極戦っぽいんじゃないかなと思って、なぎせにしたのは、これは本当もうギリギリぐらいで変わったんですけど、で自分の気持ちをもう全部ぶつけるっていうので、なんかこれはそうでした。で、質問いただいた約束用の2番もさっき言った通りですね。はい、そうですね。あ、なんか VTR はテロップも面白さや感動が詰まっていて本当にすごい、映像も渋谷さんの希望は入っていますかっていうのなんですけど、本当にこの大喜利ってなんかそのボケるタイミングとボケを答え、その答えを出すタイミング、テロップで答えをこう出していってたんですけど、そのタイミングがめっちゃ難しいなと思って、最初にテロップでもうそのお題の答えを出してからボケた方が分かりやすいのと、ボケてから出した方がいいの、出した方が面白くなったり分かりやすいっていうのがあったりとかして、もそのタイミングはもう本当に悩んで、一応自分ではこう考えながら、なんかこの時にこのタイミングでこの答えを出してくださいっていうのはお願いしてやってもらったんですけど、でもやっぱりなんか自分はもう必死にもう演じる側なので、客観的に見ていいタイミングとかもあると思うので、自分でとりあえず言ってこれお願いします、でも客観的に見ていいタイミングがあったらそれに変えてくださいっていうので、マネージャーさんにも見てもらったりとか、監督さんにも見てもらったりとか、いろいろしたタイミングはありましたね。はい、そしてこの、 あの青空カフェで渋って谷沙友紀ちゃんと渋谷の椅子が入れ替わるっていう映像も撮ったんですけど、こう走っててそれでぶつかってなんか入れ替わるっていう映像とかも、こうなんか走ってるところはこう漫画っぽくなんか大慌てして、漫画っぽくなんかバカっぽい感じをしてほしいっていうのを言ったりとかして、それ通りにしていただきました。そういうこだわった VTR みたいなところもぜひ見ていただきたいですね。うん、そうです。それで、ね、あのこのアイラブブタマンで、あのメッセージ動画で広告が入って、だから出口ゆいなちゃんへのメッセージのところ
はなんかみんなが曲を歌を歌ってるから、そのメッセージ動画の声が流れないから聞こえないから、ゆいなちゃんが何言ってたんですかみたいな感じで、なんかこう突っ込んで終わるみたいな感じになったんですけど、だからその残念ながら聞けなかった出口ゆいなさんへの言葉を今ここで聞かせてあげてくださいっていうのがいただいたんですけど、でこれはそのそうなるっていうことが分かって VTR を撮っていたので、ゆいなの時はあの口パクでとにかくいいことを言ってそうな感じでポージングをやってました。だから本当にみたいな感じで何も言ってないですほんまに。でもゆいなは本当にあのめちゃくちゃね食いしん坊で、もうあの食いしん坊アイドルっていうのをテーマに、テーマっていうかそういうキャラクターでやってくれてるんですけど、もうこのベストなぎでも徹子さんになりきってくれたりとか、もう何でもやりますよって言ってくれる、めっちゃ元気で明るい子のゆいなには本当に感謝してるし、そうやっていじらせてもらうのもゆいなのなんか魅力だなと思って感謝しています。はい、そんな感じで1時間喋った頭クラクラしてきたと思ったら1時間ずっと息継ぎなく喋ってたから、ということでデイワンはこんな感じでいろいろやらせてもらいました。皆さん本当お付き合いありがとうございました。誰が見るねっていうような動画でしたが、ほんまにコアな好きな皆さんはあの見てあの踏ん張っていただけてありがとうございました。デイ2もありますので、そちらもぜひお楽しみにしていてください。ありがとうございました。